アメリカンビーフで美味しいおうちご飯。今日はアメリカンビーフでハヤシライスを作ります。市販のルーを使わずにケチャップとウスターソースで味付けをした優しい味わいのハヤシライスです。でもアメリカンビーフを使うことで味に深みが出て食べ応えのあるハヤシライスができますよ。普段の食事にはもちろん特別な日にもおすすめです。今日はアメリカンビーフの切り落とし肩ロース肉を用意しました。旨味が強く食感も柔らかい部位なので味にコクが出て煮た後も食べやすく仕上がります。その他の材料はこちらです。まずビーフに塩と胡椒を軽く振り薄力粉をまぶしていきます。次に野菜を切っていきます。まずニンニクをみじん切りにしましょう。ニンニクの芽は焦げやすいので取り除きます。玉ねぎは薄切りにします。次にマッシュルームは6、7ミリ幅の薄切りにします。石づきは切り落とします。汚れがある場合はキッチンペーパーで拭き取りましょう。それでは野菜を炒めていきます。半量のバターをまず熱してください。バターが溶けたらニンニクと玉ねぎを入れます。玉ねぎがしんなりするまで中火で炒めましょう。玉ねぎがしんなりしたらマッシュルームを加えてさっと炒め合わせます。次にアメリカンビーフを入れて炒めていきます。半量のバターを追加します。ビーフの色が変わったら赤ワインを回し入れます。赤ワインの香りと酸味がビーフの旨味を引き立ててくれます。次にお水を入れます。アクが出たら取り除きましょう。ケチャップです。ウスターソースです。洋風スープの素です。再び煮立ったら弱めの中火にしてとろみがつくまで 5、6 分煮ていきます。とろみがついたら塩と胡椒で味を整えます。盛り付けます。仕上げにパセリを振ります。ご飯にとろとろ卵をのせてオムハヤシにしても美味しいです。完成です。美味しそうだと思ったらグッドボタンを押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。